スターブレードは、ナムコがリリースした専用大型筐体にて稼働するアーケードゲーム。1991年稼働開始。先行作品、ギャラクシアン3の世界観を踏襲した一人用の 3DCG ガンシューティングゲームとなっている。アグスフシリーズの一つである。1994年にメガ c d ドゥに移植されたほか、1995年には、 スターブレードアルファのタイトルでプレイステーションに移植された。プレイステーション版は2014年にプレイステーション3よびプレイステーションポータブル用ソフトとしてゲームアーカイブスにて配信された。携帯電話アプリゲームとしては2003年に V アプリにてスターブレード突入編、2004年にスターブレード劇等編のタイトルでそれぞれ配信され、2008年には完全版が アイアップルにて配信された。アーケード版は2009年に WEO ソフトとしてバーチャルコンソールアーケードにて配信された。アーケード版はゲーム誌、ゲーメストの企画、第5回ゲーメスト大賞にて、大賞4位、ベストシューティング賞6位、ベスト演出賞3位、ベストグラフィック賞1位、ベスト VGM 賞7位を獲得した。戦闘機に乗り込んで戦う。 という一認証視点を採用したゲームである。ただし、プレイヤーは、その操縦には、触れず、パイロットではなく、報酬を担当する。つまり、実際は決められた進路と、視野運動に沿って現れる敵を、両手で持つ、大きな下方型コントローラで狙い撃ち落とす、オーソドックスなガンシューティングゲームである。映画、スター・ウォーズシリーズ等で見られるような宇宙戦闘を、体感できる。 内容は、視覚、聴覚、触覚を刺激する、スターウォーズシミュレーターといえるものだった。事実、敵艦隊やアステロイドの間をすり抜けながらの飛行や、敵勢力の惑星型最終兵器、レッドアイへの侵入突撃や、整列した建造物群の溝状の合間に、上空から急降下で入り込んだりするなど、演出面で、スターウォーズを意識したようなところが多く見られる。 システム基盤には同社のシステム21を採用している。本作では画面に登場するすべてのオブジェクトが合計5機の DSP によってリアルタイムに生成、描画されている。本作に関連するギャラクシアン n 3でも国際下と緑の博覧会のパビリオンに出展したバージョンではリアルタイムレンダリングを行っている。システム21では テクスチャマッピングを施すことができず、すべてをポリゴンによる造形で表現する必要があったため、シーンによっては極端に精密なモデリングが行われており、その上に細かなビットマップによる文字情報やワイヤーフレームを組み合わせ、豊かな表現力を見せていた。リアルタイムレンダリングポリゴンによるソリッド感とブリーフィングを除き、ゲームスタートからエンディングまで、 ワンカットで進行する、継ぎ目のないゲーム進行、乗り込み型の半開方式用型筐体によるダイナミックな宇宙空間の表現が臨場感を強調させた。BGM についても、冒頭のブリーフィング以降の本編進行中に、BGM は存在せず、高品質な爆発音やビームの発射音や、音声通信の演出などが、アンプ基板上のサラウンド処理 IC による4。 ch ステレオで聞こえる、ストイックで、臨場感の高い内容だった。最終ボスと遭遇し、最終決戦からエンディングへと至る時になって、初めて BGM が流れるという演出は、ゲーム業界では、極めて新鮮で高い評価を受けた。なお、実際は、サウンドメモリの容量が足りなかったために、BGM が載せられなかった、とのことである。非常に、 インパクトの強い筐体だったが、応面鏡のため、筐体に乗り込んだプレイヤー以外からは、ゲーム画面の正常な視認が不可能な上、座高が許容範囲を超えた場合に、映像の焦点が合わない弱点を持っていた。この問題は、後の球面モニターを模索した ORBS 筐体及びその製品版の POD 筐体でも解決されていない。ヘッドマウントディスプレイも、 肉体的な許容範囲に限界があり、休憩スクリーンへ投影する際の歪み補正技術の確率と合わせて今後の課題とされている。この筐体は後に日光の当たるところに置いてあると日光を凹面鏡が反射し、筐体の数メートル後方に日光が集まって火災が発生する可能性が指摘された。そのため、 当製品廃棄の際は、大面鏡を破壊してくださいという注意書きと、位相時等に使用する遮光板が追加された。しかし、現実問題として、この運用制限を遵守しない、できないロケがかなりあり、最終的な対策として、鏡体の設計変更が行われ、大面鏡は、反射、周高度を下げたタイプのものに変更された。設計変更時点で、 出荷済みの筐体に関しては、ナムコ社より同等品の応面鏡が供給され、全数交換がなされている。この回収以降は、筐体の分割搬入時に、モニタが収まる頭上ルーフ部を取り外した状態、つまり、応面鏡に直射日光が差し込む状態で屋外に、長時間放置でもしない限り、応面鏡の就航問題はまず影響なくなった。したがって、 完成後の筐体を窓際に設置する程度なら安全上の問題はない。ただし、その回収の影響として、応免鏡の光線反射率が下がったため、店内の照明で筐体周囲が少々明るい程度でも画面が非常に暗く感じるようになってしまった。メガ CD、サンドゥプレイステーション、ウィーの順に移植されている。なお、 当時の最先端技術で作られたアーケードに対して価格に制限のある家庭用ゲーム機ではフルポリゴンによる処理は2が重くゲームアーツのメガ CD 版シルフィードと同様にプリレンダリングによるムービーを背景に流しゲームを同期している新しいハードに取り組むには余分なコストがかかりますからコストと採算が見合うか見合わないかのビジネス上の 問題で手を出していなかっただけです。ナムコ CS 開発部長、横山茂新世代、ゲームビジネスまた、プレイステーション2用、鉄拳後でロード中に序盤が遊べるようになっているが、ある条件を満たすと全編遊べるようになる。これは、背景も含め、リアルタイムレンダリングしているなど、初の完全移植とも言うべき出来栄えだった。これらの移植版のうち、Wii 版、 鉄拳後以外では動作コマ数が半減されていること、解像度が低いことなどからアーケード版ほどのヒット作とはならなかった。携帯電話用アプリとして 256KB 仕様のアプリが提供されているが前編後編に分かれている。上に後編に至ってはオリジナルにはない展開がある。現在では 1MB 以上の携帯アプリが利用できる環境になっているものの完全版は リリースされていなかったが、アプリ、ナムコアーケードで、プレイできるようになった。ありがとうございます。